こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。中学生の時に見たトムキャットを今でも思い出す。それはトップガンという映画だ。自分の想像をはるかに超えて、戦闘機のアクロバットシーンは脳裏に焼き付いている。今年、そのトップガンの続編も上映されるが、トップガンの宣伝をしているわけではなく、今になってその疑問点を感じ、少し調べてみた。やはり一番かっこいいと感じる戦闘機の一つで、原子力空母からカタパルト発進するときはワクワクするほど。ここからはその疑問点を見ていこう。アメリカ軍の戦闘機といえば、現在であれば F-22 ラプター戦闘機や F-35 シリーズのステルス戦闘機などを即座に思い浮かべる方も多いことだろう。これ以外にもアメリカ製の戦闘機としてよく知られた機体としては、可変翼を備えた F-14 トムキャット戦闘機や、今でも新型が続く F-16 ファイティングファルコン戦闘機などがある。そして日本の自衛隊でも採用されており、馴染みの深いものとして古くは F4 ファントム2戦闘機や、現時点でも主力機である F15 イーグル戦闘機などの名も挙げることができるだろう。こうしたアメリカ製の戦闘機に共通する名称として、多くの機体は F から始まる形式名となっているが、これは英語で戦闘機を表すファイターの頭文字だ。この F 以降の数字は基本的に若い番号から順に付番されたものであり、アメリカ軍への正式採用が行われた順番を表していると考えて差し支えがない。しかし、ご存知のようにアメリカ軍は複数の軍に分かれており、かつてはその中の陸軍、海軍、空軍の各軍内において、同じ機体であっても、形式名が異なるという分かりにくい状態だった。このため、1962年に、これら3軍での呼称が統一される運びとなりなり、今の我々がよく知る F という形式名へと落ち着いたという、経緯をたどったのだ。まず1962年の時点では、その当時に就していた11種の機体に対して F1 から F11 までの連番が割り振られ、当初の目的通りにかなり把握しやすい表示名へと改められた。その後、F の前後に別のアルファベットを持つ機体も現れ始め、これは例えば YF-12 などであるが、F の前に付けられた Y は、試作機を表すものだった。ただ、次の番号となるはずの F-13 は欠番として飛ばされ、続く F-14 トムキャット、F-15 イーグル、F-16 ファイティングファルコンまでは、連番で正式な採用機となった。さらに次は YF-17。ここで、現在で海軍の主力戦闘機である航空母艦艦載機の FA-18 スーパーホーネットと続きなり、またもやシンプルだったはずの故障にイレギュラーが起こる。この FA-18 スーパーホーネットの頭文字は戦闘機の F だが、続く A は試作機だった YF-17 をベースとした艦上戦闘機、艦上攻撃機の2種類が統合開発されたものを表している。これは
FA18 スーパーホーネットの持つ多用途な任務遂行の能力を機体に初期段階からモジュールしていたことを誇示する目的があったためだと考えられている。さらに複雑なのは現行の FA18 スーパーホーネットと FA18 は純然たる別の機体として存在しているにもかかわらず同じ番号である18を使用している点だ。続く F19 はまたしても欠番となり、次の F20 は未実用化のままで、さらに次の F21 は訓練専用の機種となるなど実戦配備される。機体からは遠ざかっていった。次の F22 ラプターでようやく久々の実戦配備戦闘機が現れたものの、続く YF-23 はまたしても試作機となり、さらに24から34までの11番は欠番とされた。ちなみにこの F-22 ラプターもアメリカ空軍では一時期 FA-22 と呼称していたこともあり、これはこの機体の多目的な用途への対応可能な状況を表す狙いがあったと言われている。いわば前述した FA-18 スーパーホーネットの故障理由とほぼ同様の意図が込められていたものとみなして差し支えのないものとも言えるだろう。これは米ソの冷戦下で最強の戦闘機を開発する目的に伴い生み出された F-22 ラプターがソ連の崩壊でそこまでのスペックを必要とされなくなることを危惧したゆえの故障だったともささやかれている。そして最新鋭の F-35 ライトニング2に至るのだが、この機体がなぜ F-24 とならず実験機である X-35 の数字をそのまま引き継いだのかも定かではない。こうして見てくると、次の戦闘機が F-36 とはならない可能性が極めて大きいようにも感じられるが、はたまた意表をついて順番通りという展開もあるのかもしれない。また、F-35 であればライトニング2というような愛称に注目してみることも興味深く、これは日本語で言えば稲妻のことであり自然現象から名付けられている。 F-14 トムキャット以後 F-22 ラプターまでのしばらくの間は動物を意味する愛称であったことから、それを考えるとかなりの路線変更とも言えるネーミングだろう。ただ、イーグル、ファルコン、つまり、ワシやハヤブサから、いきなり、ホーネットという昆虫のスズメバチに変わり、ラプターは、猛禽類と動物名でも一貫性には乏しい。